ホセナポレスは、キューバの元プロボクサー。WBA、WBC 世界ウェルター級統一王者。サンティアーゴ・デ・クーバ出身。キューバ革命を機に、メキシコへ亡命。王座を2度獲得、通算13度の防衛を成し遂げた。サンティアーゴ・デ・クーバ生まれ。極貧の家庭に生まれ、幼少時から、ストリートファイトで小銭を稼いでいたという。 キューバの英雄キとギャビランに憧れて、プロボクサーを志した。バスの運転手をしながら、アマチュアでキャリアを開始、1954年にサンティアゴのゴールデングローブを獲得するなど、113勝1敗の驚異的な戦績を残して、プロに転校、1958年8月2日、フリオロハスを1回越し、バンタム級でデビューを飾った。その後のキャリアは、 順調と思われたが、1961年に、キューバ革命が勃発、すべてのプロスポーツが禁止されたことを契機に、同年7月、身をもだった妻を残して単身メキシコへ亡命する。メキシコに今日構えてからは、二つの判定負けを除いて、順調に白星を重ね、その中には、後の WBA、WBC 世界、ジュニアウェルター級王者カルロス・エルナンデスを破った一生も、 含まれる。1963年にはジュニアウェルター級で世界ランキング入り、1964年には世界1位にまで浮上したが、世界挑戦の標的としたライト級王者、カルロス・オルチス、ジュニアウェルター級王者、サンドロ・ロポポロは圧倒的な強さを見せるナポレスを敬遠し、世界挑戦のチャンスは一向に巡ってこなかった。 市名朝鮮試合の制度が存在しなかった、当時においては、ナポレスニューてではなかったのである。ちなみに1964年3月1日には初、来日、シュガー・ラモス対、関三則の立戦の前座で当時世界10位の吉本、武器と対戦し、初回小勝ちを収めている。1967年には、ウェルター級の世界1位となるが、 時の王者エミール・グリフィスへの挑戦も実現しなかった。しかし、グリフィスのミドル級転候により空位の王座を得た技巧派カーチスコークスがナポレスとの防衛戦を快諾ついに世界挑戦の機会をつかんだ。1969年4月18日に行われた試合ではナポレスは自分より長身の相手に鋭いジャブを当て続け、 コークスとクイのストレートを巧みにかいくぐって、パンチを的確にヒットさせ、コークスの顔面を無残に変形させる一方的な展開で13回終了後、ついに念願の世界王座を獲得した。ナポレス29歳であった。同年6月29日、コークスを返り討ちにして初防衛を果たしたのを、皮切りに、エミール・グリフィス、アーニー・ロペスと競合を退けて3度防衛を、 達成したが、1970年12月3日、ビリー・バッカスとの4度目の防衛戦で、バッティングにより左目をカット、4回負傷小負けで、王座を失った。しかし、翌1971年6月4日に行われた、再戦では逆に、バッカスを8回後、WBA ・ w b g 王座を奪還する。その後は、気候派ヘッジモン・ルイス、強打者、アドルフ・プルートや、 アーニー・ロペスら競合相手に防衛を重ねる。1972年11月には再び来日、和歌山で東洋太平洋チャンピオン流ソリマッチと2ラウンドのエキシビションマッチを行い、日本のファンにその技巧の片鱗を披露している。1974年2月9日、パリでカルロス・モンソンの持つ WBA、WBC 世界ミドル級王座に挑戦。 モンソンの強打を浴びて7回開始のゴングに応じられず、小負けとなり、王座獲得ならず。同年8月3日、ニューヨーク州認定世界ウェルター級王者、ヘッジモン・ルイスと統一戦を行い、9回 TKO、勝ち。1975年5月14日、WBA 王座を返上した。同年7月12日、アルマンド・ムニストの再戦に判定勝利。 王座連続10回防衛を達成した。同年12月6日、英国人ジョン・ H ・ストレーシーの猛攻に屈し6回こまけで、WBC 王座を失うと、この試合を最後に引退した。引退後は、キューバ音楽のバンドなどで孤高をしのいでいた時期もあったが、WBC の口利きで、メキシコ北部、シューダアフアレスで、トレーナーとして、後進の指導に当たっていた。近年は、 糖尿病とアルツハイマー病に悩まされ、メキシコシティに移り療養生活を送っていた。2019年8月16日、同市の病院にて死去。79歳没。相手のパンチを最小限の動きでかわす、見切りの名手で、柔軟な体を利して、防御から攻撃、攻撃から防御へと切れ目なく移行する、その滑らかな動きは、満的イリアと称賛された。 ガードは肩口あたりに低く構え、鋭いステップインから巧みにジャブをヒットする。小刻みなフットワークを使いつつ、敵のパンチをヘッドスリップで外しざまうちぶところに入り込み、すかさずリターンの連打を放つ。体重の乗ったパンチは強烈かつ正確で、ミスブローが実に少なかった。84戦76勝8敗。ありがとうございます。